ギオムルクーは、ベルギー生まれの作曲家。セザール・フランクの最後の弟子として、将来を嘱望されたが、24歳で溶接した。感受性豊かで、情熱的な筆致が特徴。ギオムルクージャン・ジョゼフ・ニコラン・ギオムルクーは、1870年1月20日に、ベルギーのベルビエの近くにある、ウズイ村で生まれた。6歳からピアノとバイオリンを始め、後に、チェロも学んだ。 1879年、彼が9歳の時に両親と共にフランスのポワチエに移り住み、1885年に当地のリセに進学。リセの物理教師からバッハ、ベートーベンの後期作品とワーグナーの音楽を教えられ、彼らの作品に強く惹かれていたという。1888年にルクーはさらに多くのことを学ぶためパリに移り住んだ。 1889年にルクーはバイロイトを訪れた。翌1889年からセザール・フランクに作曲を指示。フランクが1890年に没した後はバンサン・ダンディに指示する。1891年にルクーはダンディの勧めでローマ賞コンクールに参加することにした。コンクール中に作曲したカンタータ、アンドロメダは審査員団により、 第二等辞席に値すると評価されたが、ルクーは審査に不正があると感じて受賞を拒否した。1892年2月18日にブルッセルで演奏されたアンドロメダの抜粋編曲版をバイオリニストのウジェーヌイザイが聴く。イザイはその日の晩に同作を指揮していたルクーにバイオリン・ソナタの作曲を依頼した。ルクーはバイオリン・ソナタと長調として、 作品をイザイに検定し、同作は1893年3月7日に、イザイにより初演された。イザイは、ピアノ四重奏曲の作曲もルクーに依頼した。ルクーは、チフス月により1894年1月21日、彼の誕生日の翌日に、アンジェの両親の家で亡くなった。ルクーは1893年10月に、パリで音楽仲間と共に、レストランで食事をしている。 一説もあるが、この時、ルクーは、生まれ故郷の渦井村に葬られた。万年齢で24歳だった。ルクーは15歳から作曲を始め、精力的に作品を量産した。ルクーの残した作品は、断片なども含めると100余りある。以前から依頼を受けて作曲した、バイオリン・ソナタが、特によく知られる。このか完成された第一楽章と未完の第二楽章から、 ナルピアノ四重奏曲、弦楽四重奏曲、ピアノ三重奏曲、ジェロソナタなどの室内楽やルクー自身も歌詞を書いた多くの歌曲がある。室内楽曲声楽曲、ありがとうございます。